こんにちは、クリッカー夏美です。2018年の上半期1月から6月に日本国内で 73,380 台を売った日産ノート。日産車としては1970年のサニー以来となる半期での国内登録者ナンバーワンの座につきました。2位のトヨタアクアの同期販売が 66,144 台ですから、圧倒的な差をつけてのトップと言えます。日産のミドルクラスミニバンであるセレナも上半期で 56,095 台を売り、登録者ランキングで4位。もちろんミニバンナンバーワンとなっています。こうした好調な売り上げにはノートとセレナが共に採用している e パワーが商品力を高めていることが見逃せません。電動車両ならではのスムースで力強い加速を、シリーズハイブリッドという仕組みを使うことで身近な存在にしたことが両社の好調につながっていると言えます。そんなノート e パワーに待望の 4WD が追加されました。前輪を電気駆動する e パワーに後輪専用モーターを組み合わせたモーターアシスト式の 4WD です。後輪専用モーターを使ったパートタイム 4WD は実は珍しくありません。トヨタのプリウスやアルファードベルファイアの 4WD や三菱アウトランダー PHEV は前後独立モーターとなっていますし、非ハイブリッドモデルであっても日産のお家芸ともいえる e4 駆という 4WD システムがマーチなどに採用されてきたことを覚えているファンも少なくないのではないでしょうか。ノートのガソリン車にはすでにモーターアシスト式 4WD がラインナップされています。日産のモーターアシスト式 4WD が採用するコンパクトな直流モーターはさほど力はありませんが、発進時だけに限って 4WD 化すると割り切ることでプロペラシャフトを排することができ、キャビンスペースを犠牲にしないことがメリットの一つ。また速度が乗ってくると自動的に 2WD となるため燃費面でも有利なシステムです。とはいえ e パワー車はフル電動車両として必要な大きな駆動エネルギーを安定供給できるだけのリチウムイオン電池をはじめとする電動システムを積んでいます。そうであれば e4 駆のような発進・低速時に限ったシステムではなく、もう少し幅広くリアを駆動させる 4WD である可能性もありそうと思ってしまいますが、結論から言えば直流モーターを用いたアシスト式 4WD となっていました。実際に e パワーの 4WD 車を見ることができましたが、下から覗き込んでみると確かに後輪専用モーターはコンパクト、そして 4WD への切り替えはインパネのスイッチで選択するというのも従来からのモーターアシスト式 4WD と同様でした。せっかくの電動車両なのにモーターアシスト式 4WD にとどまってしまうのは、そのスムースに加速するポテンシャルからするともったいないと思う気持ちもありますが、昨シーズンのウィンタードライブでノート e パワーを運転した時に感じた高いコントロール性を思い出せば、そこに不満を持つ必要はないと気づきます。速度が乗ってしまえば 2WD であっても問題なく走ることができるのは e パワー電動車両の高レスポンスを生かしたトラクションコントロールのおかげです。悪路に入ったりするのではなく、あくまで市街地での積雪路に対応するという範囲で言えば、発進さえクリアすればあとは 2WD で問題ないと判断するのも妥当と言えそう。逆に e パワーの持つアドバンテージがあってこそモーターアシスト式 4WD で十分と判断されたのかもしれません。それにしても前輪が後流モーター、後輪を直流モーターで駆動する電動 4WD となったノート e パワー、その駆動系は非常に珍しい存在と言えそうです。